今日の関西省営大変素晴らしい講師の方々の講演が非常に良かったかなと思います。例のグレンデールレポートという感じで言わせてるんですけど、この従軍慰安婦のことについてですね、テキサスと言われているんですけど、トニー・マラーロさんがですね、今度日本に来ます。私とはですね、今月の28日に彼と私の特別対談ということで、セットをいたします。毎月ですね、ビッグトークということで、対談をしていますが、今回彼が急遽日本に来られるということでですね、それとは別にですね、特別対談としてアップルタワーに掲載を受けていたしております。まあ、そういう方がですね、いてですね、そういう活動をしてくれることも大変ありがたいことですがですね、冒頭私が挨拶しましたんですけど、日本は海外向けの広報予算がですね、3倍にしたんだと。どんだけになったのって言ったら、5億が15億、とんでもないじゃないかと。日本がこのことによって失う国益を考えたらですね、何千億円突っ込んだところで大した感じじゃないと。だから私がすべてですね、3000億の予算をつけてですね、情報書を作ってですね、広報とかですね、間違った行動については即座に反撃しろ。これをやらないとですね、こんな5億、15億の金では何もできない。200倍ぐらいにですね、増やしてもいいんじゃないか。そういうことを私が主張しております。そういうことも含めてですね、彼が来日されるということですね、私がぜひ、アパのホテル無償で提供したいということで、お申し出もし、会談も実現することになりました。まあ、そういうことでしてですね、いろんな教育の活動を通じてですね、本当はどうだったのかということを知ることによって、どんどん日本が覚醒していく。その結果ですね、安倍さんが再び総理の座に就かれたことになったのもですね、振り返ってみれば、検証論文に玉上氏がですね、航空幕僚長、現職でありながら応募されてですね、いわゆる大騒動となったことが覚醒効果として日本の星化が進んでですね、今日こういう会をですね、大阪で開いてもですね、こういう素晴らしい人たちがこのようにたくさん集ってですね、こういう話ができる。これまでですね、左翼の集会はよくあってですね、いろんな話もしますがですね、保守の方が集まって論じるという場はあまりなかったと思います。そういう意味ではですね、今日の大阪はたくさん集まっていただいてですね、さらにこの運動が発展していくことを願っております。どうもありがとうございました。